君とどれくらい会わずにいられるか、そんな事件をした、しかもそれは君には言わない、勝手なルール作ったんだ。僕から連絡は絶対しない、心を鬼にしながら、君が不安げに残すメッセージ、辛かったけど、もしこれ以上会わずにいたら、きっと世界は終わってしまう。だから星降る冬の夜に君の家に行く。あの窓が確か君の部屋だと聞いた。赤いなそばの小石拾って投げよう。ロミオとジュリエット拾ったように、こっそりと会いに来た。ガラス窓にさりげなく風と僕がロックしてるよ。君に無視されちゃったらどうしよう。どれだけ本気か試しただけ。君はそんなことをしないでね。僕という存在なんか忘れてしまったみたい。なんでくだらない事件したのか、愛を試してみようかなんて。寒いよ風に吹かれながら後悔していた。でも不意に君の声がどこからか聞こえ、ここで何をしているのって。僕は愚かな事件のことを説明して謝った。でもそしたら君は怒って睨みつけ、はっきり言ったね。二度とそんな試すようなことをしないで、愛は信じ合うことでしょう。本当の気持ちはいつでもゲームにならない。あの窓が確か君の部屋だと聞いた。拾って投げよう。ロミオとジュリエット拾ったように、こっそりと会いに来た。ガラス窓にさりげなく風と僕がロックしてるよ。君に無視されちゃったらどうしよう。どれだけ本気か試